毎週木曜日に町の大きな公園でメルカートといって、まあ、市場があるんですね。でそこで美味しい、なかなか案外イタリアでは手に入らない鶏の桃が売っているのでよく買うんですよ。こちら結構大きくって、これで今まで 2.5 だったので美味しい上にお得と思って買っていたんですが、今日いつものように買いに行ったらば 2.5 が3ユーロに値上げしておりました。こういうメルカートにも迫りくるインフレの波ということで、こちらですね、まあ、1×6 って書いてありますが、レシートの書き方の問題でもって、まあ、打ち方の問題で正しくは 2×3 で6ということです。 2.5 から3ユーロなので 20% アップですね。はい、ということで今日は鶏ももとフライドポテトという、まあ、たまにはジャンクなランチで楽しみたいと思います。おすすめだよ。早い早いな、おいしいね。